はい、皆さんこんにちは、ゆうかです。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、本日はジムからお届けいたします。今回の動画はお尻を底上げしていくために必須種目ルーマニアデッドリフトの徹底解説をしていきたいと思います。はい、結構ね、ルーマニアデッドリフトのショート動画とかリール動画っていうのを結構インスタとかでもね、上げたりするんですけど、実際にやっぱ単発セッションとかでセッション受けに来てくださって、で、その中でやっぱお声として多く上がるのがルーマニアンデッドリフトがいまいちよくわかりませんっていうね、お声をすごくいただいたりとか、やっぱそのルーマニアンデッドリフトがお尻に効いてる感覚があんまわかりませんとか、なんか裏ももに効いてるのはわかるんですけど、やっぱ腰が痛くなりますとか、そういったお声もね、ちょっといただいたりしましたので、今回はそのルーマニアンデッドリフトの徹底解説をしていこうかなと思います。実際にトレーニングでお尻を底上げしていくっていうのはもちろん大事なんですけど、そのトレーニングしていくのと同時に、ほぐす、ケアするっていったことも大切になっていきますので、そちらの方も簡単に解説しながら、今日は動画をお届けしていきたいと思います。これを見ながら一緒にやっていただけたらなと思います。では早速いきましょう。はい、では早速解説前に、ちょうど言ったそのほぐしケアっていうのが大事ですよっていう話をしたんですけど、実際にどういうケアがいいのかっていうのをちょっと簡単に解説していきたいと思います。お手元にある方はフォームローラー、もしくはこれ私本当にリアルに普段日常的に使ってるんですけど、マッサージガン、この二つがあればいいなっていうところです。で、まあ、ルーマニアンデッドをやる際というか、もうお尻を上げていく上で何が大事かっていうと、裏ももの柔軟性っていったところと、あとは意外と中臀筋のコリっていうのをほぐしてあげるっていうのが大事になっていきます。じゃあまず、このポールを使った方法なんですけど、もうめちゃくちゃ簡単です。で、結構ね、お尻を育てる上で、ここの部分、ここに画像を出しとくんですけど、このね、仙骨っていう部分と、そこから生えてる中臀筋っていう部分の状態っていうのがやっぱ良くしといてあげないと、なかなかお尻っていうのが綺麗にならないっていうのと、お尻の形っていうのが崩れやすいですよね。なのでそこのいわゆる仙骨って呼ばれるところにポールを当ててもらって、でそこをコロ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 って転がしていきます。転がしながらついでにこの中臀筋の部分も転がしていきます。でこのフォームローラーを当てた時にちょっとお痛みがある方に関しては、結構筋肉が凝ってきている状態、そこをしっかりとほぐしてあげて柔らかくしてあげてください。でそれぞれ当てるようにしていきます。これがフォームローラーのやり方です。でそのまんまついでにこの裏ももハムストリングスとかもほぐしといてあげれるとベストです。で私が個人的に使ってるのはこっち、アタッチメントが4つついてて、その中で私はまずこの束つけて、でスイッチオンにして、でまずレベルは2ぐらいにした状態で中臀筋の部分をガーって当てていきます。もうこれだけでめちゃくちゃほぐされるので、私はいつもこんな感じでほぐしてあげてて、でこの全体的にいわゆる面積が大きいとこ、中臀筋とかの、私は大臀筋も結構ほぐすんですけど、そこをそれぞれほぐしてあげて、で、ほぐした後に、この Y 字のやつを装着して、で、私はここからそのまんま、これも大体レベル1ぐらいで、中臀筋、大臀筋がある真ん中のそれぞれ付着部のところを当てていく。お尻の筋肉が一体どこから生えてるのか、どこに付着しているのかっていうのを知った上で、フォームローラーでやっぱほぐしてあげたりすると、可動域がね、すごい確保されたりとか、これだけでもお尻の形っていうのがちょっと変わったり変化したりとかっていうのが、やっぱ効果として見込めるので、しっかりと私はほぐすようにしてる感じですね。で、あとはピーマン尻持ってる方とかも結構中臀筋っていうのは硬くなってるケースが多いですので、そこを柔らかくしてあげて、柔らかくした後に大臀筋をしっかり鍛える種目っていうのを入れてあげると、お尻の形っていうのは比較的に綺麗に育ちやすいですね。まあ時間がある時とかは、この平らなやつを装着して、私はこのまんま、さっきのフォームローラーと一緒ですね。ちょっとレベル3ぐらいにして、もも裏。当てていきます。もも裏もどんな感じで筋肉ついてるのかっていうのを知った上で、マッサージガンをお持ちの方やったらマッサージガン当ててみたり、フォームローラー当ててみたりして、やってあげると、めちゃくちゃ綺麗にほぐされるのでやってみてほしいですね。
っていう風にほぐしてあげたら準備は OK です。はい、では早速ね、ルーマニアンデッドリフトの解説をしていくんですけど、まずルーマニアンデッドリフトってターゲットがそもそもどこなのかっていったところをちょっとね、皆さんにもインプットしてもらった状態でやってもらおうかなと思います。でまず、ルーマニアンデッドリフトに関しては、ターゲットとなる場所は基本的には裏もものハムストリングス。お尻の方にもしっかりと負荷が乗る種目ですよっていうのがルーマニアンデッドリフトになっていきます。で、ルーマニアンデッドリフト自体は、お尻とか裏ももだけじゃなくて、背中の中でも脊柱起立筋って呼ばれるところにも負荷が多少乗っかってくる種目となっていきますので、まあ、例えばやってて背中が痛いなとか、腰が痛いなっていう方は、フォームの見直しももちろん大事なんですけど、重量設定っていうのがあまりにも重たすぎて、上半身に負荷がね、こう逃げてきてるというか、乗ってる状態になってるっていうのも、一つ要因としては考えられますので、そのあたりを見直しながらやってみてください。はい、ではルーマニアンデッドリフトなんですけど、ルーマニアンデッドリフトってインスタグラムとかでも見たことがある方はわかると思うんですけど、こういう動きになるわけですね。ちょっとずつこうゆっくりお辞儀していく種目、これがまあいわゆるルーマニアンデッドリフトになっていくんですけど、結構簡単な動きなんですけど、押さえるポイントっていうのが結構あります。なので今回は噛み砕いて皆さんにお届けできたらなと思うので、最後までご覧ください。最初のスタートポジションに関しては、足幅に関しては腰幅で OK です。で、この時に膝のお皿っていうのが結構O脚気味の方に関しては、膝がぐーっと内に入り込んでるっていうケースもあるので、それをしっかりとつま先と同じ方向に膝のお皿っていうのは向けるようにしてあげてください。で、向けてあげれたら膝の角度っていうのを軽く膝カックンされた感じで曲げてあげてください。で、曲げてあげた時に一緒に骨盤が後傾しないようにだけ注意してください。曲げてあげて、でもその時は骨盤は少し前傾を保つようなイメージ、立てるっていうよりかは前傾をちょっと入れてあげる。横から見たらちょっとゴリラっぽい感じですね。ゴリラっぽい感じで、で、ここの股関節の部分がこう、くの字になってるような感じになっていたら、最初のスタートポジションは OK です。で、この時に胸自体は中に入れ込んじゃうと背中って絶対に丸まるので、そこをフラットにしてあげる。フラットもしくは少しだけ反るような形を作ってあげるっていうのが最初のスタートポジションになっていきます。で、その状態で膝も曲げれたら、後ろに1枚の壁があると思っていただいて、そこにお尻の一番出っ張ってるところ、お尻のトップの部分を壁につけに行くようなイメージで、お尻を後ろに引いてあげてください。で、お尻を引いて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 って引いてあげると、お尻のここのね、下部の部分とハムストリングスがめちゃくちゃ伸びていくのを感じ取れると思います。そこでしっかり感じ取ってあげれたら元に戻していく。後ろに壁があるイメージでお尻を引いてあげて、で、壁にお尻をつけましたっていうところでしっかりストレッチを感じてあげて戻してくる。で、この時によくあるのがお辞儀していくと同時に骨盤後傾して、背骨も丸まっていく。こうなってくると、ここに、腰に一番負担が乗っかってくるっていうのと、なかなかここの伸びっていうのが感じ取れません。なので、しっかりとまっすぐにしてあげた状態で、お辞儀を入れていく。で、膝は軽く曲げっぱなしで、お尻の位置も高さは変えません。基本的にはずっと同じ位置で引いていく。で、股関節で手を挟んであげるようにゆっくりお辞儀してあげてください。で、お辞儀した時にこれ最大ポイントなんですけど、一番最初にウォーミングアップでほぐしてあげたここの部分、仙腸関節とか呼ばれるこの部分、ここを天井に向けてあげるイメージで骨盤を前傾入れてあげながら上半身を倒してみてください。そうすると、ここのストレッチっていうのが強烈にかかります。筋繊維ブチブチブチっていかれてるぐらいめちゃくちゃ伸びるので、それでしっかり伸ばしてあげて、仙骨も天井に意識的にちょっとグッと向けてあげて、その状態で戻ってくる。で、戻ってくるときは、最後、ちょっとだけお尻の穴と膣をギュッと締め上げてあげるイメージ。これで最大限に収縮かけてあげて、そこからまたゆっくりと、
お尻の高さは変えずに後ろに引いてあげて伸ばしてあげる。でこの時目線は必ず鏡見ないように、ちょっと斜め下から下を見るようにして背骨をまっすぐにしてあげる。これが例えば鏡を見たまんまやっちゃうと背骨っていうのが極端に反ってくるので、めちゃくちゃ腰に負担も乗りやすくなっていきます。なのでなるべく顎を引いてお辞儀入れて伸ばしてあげるっていう状態で繰り返してあげてください。では実際にね、ちょっとダンベルも持ってやっていくんですけど、ダンベル持つ際っていうのはできる限りこの前ももに密着させてあげてほしいんですよね。っていうのも離しちゃってると体曲がりやすいっていうのと、もうこれだけでも腰痛くなっちゃいやすいです。なのでダンベルは前ももに密着させるようにしてあげて、ストトップはしっかり突き出してあげて、そのまま前ももをスライドさせるようなイメージ、お尻の高さは変えない状態で上がっていきます。はい、ということでルーマニアンデッドリフトの簡単解説を行っていたんですけども、正直重量は結構扱えてしまう種目ではあります。ただあえてそこで重量をガッと上げずにフォーム重視で筋繊維をしっかりちぎれてるかっていったところを意識しながらやってもらうだけでも、お尻の底からグッとね上げていくことは可能となっていきます。で今ダンベル使用したんですけど、もちろんこれってダンベルなしの自重からでも OK ですし、ご自宅に軽いダンベル3キロぐらいのあるんですよっていう方に関してはご自宅でもできる種目となっていますので、お尻のサイズを大きくしたいとかそういうわけでもなく、純粋に垂れてしまったお尻を上げたいんですっていう方に関しては一度ご自宅でもぜひ実践してみてください。最後に重量回数セットについてもね、簡単にお話ししていくんですけど、私は本当に5キロ5キロとかで合計10キロのダンベルを持って最低でも10回から12回っていうのを3から4セットやってもらえるといいかなっていうところです。はい、ということで今回は徹底解説動画ということでお届けしていきました。この動画が良ければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。